年末年始に、ロスワイ駆け込み婚して欲しくない有名人ランキング、3位以内に入った2人のアスリート。昨年は12月25日のクリスマスに町田啓太と原理、大晦日には綾野剛と佐久間由衣が結婚を発表。今年の元日には片寄り良太土屋太夫と、年末年始になると相次ぐ有名人の駆け込み結婚。今年も残り1ヶ月を切り、年の瀬が迫るにつれ突然の発表が予想される。 クリスマスなどイベント満載の時期にロスになりたくないというファンの人も多いはず。そこで世の女性たちは今どんな男性有名人に結婚してほしくないのかアンケート。熱愛や結婚の可能性も分析した駆け込み結婚してほしくない男性有名人トップ10まずはトップ5から見てみよう。5位に選ばれたのは横浜流星。仕事熱心でインドア派と言っていたので熱愛や結婚はないと信じたい。 千葉県48歳、まだ若いし俳優としても乗っている時期なので、もう少しファンに夢見させて、青森県35歳などの声が寄せられた。横浜さんは西野七瀬さんとの熱愛の噂があります。でも、すぐに結婚はないと思いますね。こう話してくれたのは、芸能リポーターの川内山子さん。2019年放送のドラマ、あなたの番です。で共演した二人に恋の噂があるのは、ある共通の、匂わせがあるからだそう。 以前、会見で西野さんが、バンジージャンプはおすすめと発言すると、横浜さんが日本テレビの、ZIP で新年の目標として、バンジーに挑戦したいと発言したり、寝る時のルーティンを聞かれて、翌日に着る服を着て寝たりしますと同じような発言をしたりと、匂わせがすごいんです。好きな芸人も、野生爆弾のクッキー。3で一緒ってなかなかないですよ、笑い。 横浜さんは過去のインタビューで早く結婚はしたいと答えていたので、願望はあるみたいなんです。でも、2025年の NHK 大河ドラマの主演も決まっていますし、今は大事な時期なので当面はないと思います。川内さん。4位に入ったのは旧ジャニーズ事務所から独立した平野志耀。やはり横浜同様に、独立したばかりで結婚は放心状態になりそう。愛知県37歳。 いつまでもみんなのアイドルでいてほしい。東京都46歳といった、ロスを恐れる声が多数を占めた。いいとよマリエさんとか一般女性とか、いろいろと噂はありましたが、証拠は取られていないんです。おそらくなんですけど、旧ジャニーズ事務所の力によって表に出なかったのでは、今は飛部に移籍して新しいグループを作りましたし、海外志向も強いので、すぐ結婚はないと思います。 ただ、独立したことで以前より制約がないので、熱愛報道は出てくるかもしれません。川内さん、スポーツ界から世間を騒がせた2大選手が、そして、連撃結婚離婚で世間を騒がせた羽生結弦が3位に、離婚も早かったが再婚も早いとびっくりする。神奈川県38歳という意見が多数を占めたが、やっぱりみんなの人気者。また誰かと一緒になるのは考えられない。 千葉県47歳というファンの声も聞かれた。女性関係の話を一切聞かなかったので、離婚もそうですが結婚した時の衝撃はすごかったですよね。アンケートにもありましたが、この3位はさすがに今、再婚はないだろうという意見に尽きると思います。本人も当面はプロスケーターに専念するでしょう。川内さん。2位には結婚してほしくないの常連組とも言える佐藤健がランクイン。 結婚したらキュンキュンするドラマで見られなくなりそうで寂しい。長崎県44歳という声が上がる一方で、綾瀬遥るさんと噂があるし、年齢的にもありそう。千葉県54歳という推測も、確かに綾瀬さんと佐藤さんは、この年末年始に結婚があるのではないかと思います。というのも、年明け以降、綾瀬さんに大きな仕事などのスケジュールが入ってないと言われているんです。しかも、来年1月2日放送の、 義母と娘のブルースで再共演していて、今回が完結編。佐藤さんは数年前に事務所を独立していて、以前より制約は少ないですし、年齢的にも来年が35歳で、綾瀬さんは39歳と30代ラストイヤー。話題にもなりますし、結婚発表するとしたら、正月のドラマ放送前になる可能性が非常に高いと思います。川内さん。1位はやはり強かった。 今年も顔とも言える大谷翔平が2位に50票差をつけてトップに輝いた。大谷選手の愛犬にも嫉妬しているくらいなのに、結婚となったらやばい。東京都28歳。日本のみならず世界中がロス状態になる。広島県46歳という悲鳴のような意見から、マスコミやファンが大騒ぎして、ハブ選手以上の地獄絵図になりそう。和歌山県51歳などの心配の声も。 大谷選手がワンちゃんを飼っているだけであれだけ話題になるんですから結婚となったら世界中が注目するんじゃないでしょうかスポーツ紙の記者に話を聞くと日本ハム時代から女性のアナウンサーや記者は近づかせてもらえなかったみたいなんですそれくらい周囲も徹底していたので女性関係の話が今まで一切なかったアメリカはパパラッチの本場ですから何か出るかなと思ったけどそれもない よっぽど本人は野球に集中していて、周りのスタッフも優秀なんだと思います。ハブさんのようにいきなり結婚というケースもなきにしもがらずですが、まだまだ先でしょう。川内さん、6位以下を見ても、各世代のイケメンたちが勢ろい。一昨年、青天をつけで大河ドラマの主演を務め、おりょうの愛称で人気の吉沢亮が6位に、まさに国民的イケメン。なんとなく結婚する感じがしていないので、 電撃結婚したら倒れそう、千葉県33歳といった意見に対し、大谷選手もですが、吉沢さんも女性との噂を聞かないと川内さん。例えば、吉沢さんが荒木優子さんや川口春奈さんと映画やドラマで共演した際、キスシーンがあると、ネットがざわついたり、熱愛に発展するのではという話も出るのですが、それすらもあまり聞かなかった。どちらかというと。 装飾系男子のイメージもあるので、余計に騒がれないんでしょうね。隠すのがうまいと言われればそうでしょうけど、吉沢さんは結婚より、熱愛がいつ発覚するかだと思います。川内さん。30代男性有名人たちに結婚の可能性が、続けて7位に入ったのは、最後の大物独身貴族と言われ、続けている竹の内豊がランクイン。昔から大好き。ここまで来たら独身を貫き通して、 埼玉県50歳など長年のファンに指示された。竹野内さんは倉科香なさんと一時は結婚も秒読み段階とまで言われていましたからね。破局報道以降、竹野内さんに一切浮いた話は聞こえてこないんですよ。竹野内さんの優柔不断さが一因で分かれたという話も聞きますし、倉科さんは35歳になり独身。今年とは言いませんが、もしかして竹野内さんにまだ気持ちがあるなら、 倉島さんと復縁して結婚という可能性もあるのでは、川内さん。旧ジャニーズ勢から二人目となるメグロハスが8位に。まだまだ売り出し中だから、結婚なんて聞いたら寝込む。北海道25歳など同世代のファンからのコメントが集中した。メグロさんもさらに飛躍したいと思っているはずなので、結婚はないかと。ただ、本人も言っていましたが。 役や生活を通していろんな経験をすると、歌手としてもパフォーマンスに幅が出るんだそうです。そういう意味では、熱愛報道はあるかもしれません。最近、今田美桜さんと映画とドラマで続けて共演していて、SNS にも仲のいい写真をアップしたりして、ファンの間では、めめみおと呼ばれているそうなんです。今田さんも今、芸能生活が充実していますし、仕事が乗っている時って男女関係もうまくいくケースが多い。 もしかすると交際に発展なんてこともあるかもしれません。川内さん。9位には今年、朝ドラ、乱漫で主演を務めた神木隆之介。未だに子役時代のイメージを引きずる人も多く、小学生の頃から見ていて、その印象があるので、結婚したら子供を取られた母親の気持ちになりそう。新潟県48歳といった人も、朝ドラの影響からか。 ネットなどでは奥さん役を務めた浜辺美波さんと電撃結婚するのではと言われたりしているんです。年齢的にも30歳ですし、佐藤健さんと一緒に独立したので、結婚はなくもないかなと。ただ上木さんの場合は芸能界も長いですし、電撃結婚というよりもちゃんと順序立てて、本命との交際報道を経て結婚となるのではないでしょうか。川内さん、トップ10の最後に滑り込んだのは松下洸平。 今一番好きな花に出ていてファンになったばかりなのに、モうロスは嫌、東京都32歳。松下さんは2年前に最愛で吉高由里子さんと共演して熱愛が噂されていました。ただ吉高さんは今年の夏頃に一般男性と噂になっていますが、ただの友達でまだ松下さんとの交際が続いていたら、近々結婚の可能性もあります。吉高さんは来年1月7日から、光る君へ、 で、ペタイガの主演を務めるので、一年間役に集中する意味では、放送前には発表したいはず。連撃結婚があるかもしれません。川内さん。この豪華独身男性10人から駆け込み結婚をする人が出るのか川内さんは他にも注目したい人がいるそう。斉藤孝さんや山下智久さん、高橋和夫さんといった30代、40代の独身有名人ですね。やりたい仕事を人通り経験して、 安定した人気もありますし、次はそばで癒してくれる女性を求めたい年齢になってきていると思うので、突然の発表という可能性はあります。それと、何と言っても旧ジャニーズ、体制が変わって、以前よりも制約がなくなってきた、若手よりも松本潤さんとか、30代、40代の旧ジャニーズ勢から発表があるか、注目したいと思います。